お疲れ様です。見てください、段ボール5個、後ろに見えないかな、あの大きいのが5個あるんですけど、見覚えありますでしょうか皆さん。こちら、先々週ぐらいにですね購入しました、ゲームソフト PSP ソフト1000本セット第2弾になります。まだね、前回のがね5、60本ぐらいしか売れてないんですけど、追加しちゃいました。はい、でこの追加に関しては私の周りの人間、社員含めて全ての人間からバカだと言われたんですけど、いや俺はもうこれいけるじゃんって思ったらもう止まらない。これ何かしらの病気なのかもしれないんですけど、はい、あのでも僕は嬉しいんですよ。もう今これ中何入ってるのかなっていう、だからあの喘息さんとかがパック開封するのと同じですよ。僕はこれ開けたいんです、だから買いました。はい、いいのが入ってるといいなと思って今から作業します。ただこんな重いのなんで腰をやられないように気をつける、この腰バンドを先に装着してぎっくり腰にならないように気をつけてやっていきます。ではよし、じゃあ早速開けていきましょう。よし、1000本開封。はい、いつものようにこちら段ボールにこんな感じで入ってます、荷物は。はい、いいですね。はい、ガンダム、これをとりあえず出しつつですね、あの、はい、とりあえず出していきながら、モンハンだけ分けていきましょうか。うん、はい、やっていきます。はい、はい、はい。はい、あのね、まだ2箱しか開けてないんですけども、かなりいいですよ。見てくださいよ。全然、あのね、何がいいって、モンハンが少ない。なんだろう、当たりの箱を引いてるだけなんだろうか。モンハンがね、全然少ないんですよ。あ、これは今、モンハンはまとめてるんですけど、これモンハン全部。でもこれ前回の、前回の。あ、前回の。前回の続きで入れてるだけなんで、今回は本当にね、少ないっすよ。うん、いい感じのものがかなりあるんでご期待ください。ゆっくり映してってあげてほしいぐらい、うん、かなりいいです。僕はちょっとこれ今喜んでるところなんですけど、はい、まあ、この調子でやっていきましょう。である程度数出してから登録してきます、はい、では、もはや4箱目に突入。やっぱりもう2度目だからね、早いんだよね。だから在庫の多いものはこちらの箱に分けてとかで、あんまりないもの、前回登録してない見覚えのないものをこちらに合わせることによって、片付けが早くなってます。ただモンハン以外でもこれはたくさんあったなとか、前回登録したけどまだ売れてないなみたいなものもかなりあるんで、そういうものもこちらの方に後回しみたいな感じの段ボールに分けてきます。はい、そうすることによって、今残って今登録しなきゃっていうのはこの辺ぐらい。あのね、一発目のね段ボールは非常に良かったんですけど、やっぱり一発目が良すぎただけだね。うん、まあ、2発目以降はちょっとまあ相変わらずモンハン多めになってます。はい、じゃあ引き続き片付けていきます。写真撮ってくないこの辺、うん、撮る、あんま変わってない、あまり変わってないか、変わってないです。まあいいや、はいはい、ではいいよ、はい、お疲れ様です。とりあえずね5箱全部片付けましたよ。まあ2度目だからねだいぶ早い、うん、っていうかこれが在庫多いしとか本当分かると早いっすね。結果発表しましょうか。やっぱりね、1000本のうち300ぐらいはモンハンでしたね。300かな、うん、そうだな。1箱半ぐらい。で、その他2箱。これがね、前回含めて、在庫が多かったやつだね。もうだから出品済みです。はい。なので、これはちょっと寝かして、ちょっと在庫が動いた後に出しましょう。はい。というわけで、こちらのバッと積み上げられたこちら、これが総勢で2、500、500、400ぐらいかな。あるんで、それは生きてると。うん、これを中心に出品作業に移っていきたいと思います。では、はい、私証拠りもなく、PSP 1000本セットをもう一回買ってきました。はい、こちらの内容です。ですね、前回と同様やっぱり1000本のうち300ぐらいはモンハンでしたね。いや、モンハンでもいいんだよ、それ以外のやつでちゃんといいのが入ってれば問題ないです。はい、こんな感じになってます。どうですか皆さん、お分かりいただけただろうか。結構人気のものも入ってるんで、僕的には300のモンハンを差し引いたとしてもまあまあいいんじゃないかなと思ってます。はい、こちらの方をどんどん出品していきます。ブックアイランドジュニアイルマ店では店頭では売ってないけど裏に隠してある PSP ソフトは言ってくれれば出します。では、はい、というわけで今日は僕 PSP を段ボール5個、1000本を片付けて、Amazon に出品したりしてるんですけども、やはりというかなんというか腰痛くなりました。はい、バンドつけてたのにね、うん、で腰痛くなったらこちらの、ぶら下がり健康器で腰を伸ばすということですね。明日も頑張ります。では。
ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。